ヤロスラフ・リバコフは、ロシアの陸上競技選手。ソータ高トびを専門とする選手で、2008年北京オリンピックの銅メダリストである。白シロ,ロシア共和国モギリョフ出身。リバコフが最初に大きな国際大会で表彰台に立ったのは2001年のカナダのエドモントンで行われた世界選手権が最初である。この大会では2メートル33を飛び。 ドイツのマルチンブスに次いで銀メダルを獲得している。翌年の2002年のヨーロッパ選手権では2、立方メートル1という記録ながら銀メダルを獲得したスウェーデンのステファン・ホルムや前年敗れているブスラを抑え金メダルを獲得した。2003年は3月の世界室内選手権でホルムに次いで銀メダルを獲得したものの8月に行われた 世界選手権では2ル2 5で9位と断敗する。しかし、翌月、前年まで行われていた IAF グランプリファイナルに変わり始めて、行われた IAF ワールドアスレチックファイナルでは優勝している。2004年のシーズンも前年と同様に、3月の世界室内選手権ではホルムに次いで金メダルとなったが、8月のアテネオリンピックでは2ル3 2 で、6位という結果に終わってしまう。リバコフは2005年のヨーロッパ室内選手権で2メートル3 8と室内自己ベストタ記録を成功したものの、フォルムが2メートル4 0をクリアしたために2位に終わる。同年夏のヘルシンキ世界選手権では2メートル2 9ながら、ウクライナのユ利リ・クリマレンコに次いで2位となり、2大会ぶりの世界選手権の銀メダルを獲得した。 2006年は3月に行われた世界室内選手権でに立方メートル7を成功し優勝を果たしたが夏に行われたヨーロッパ選手権では5位とメダルを獲得することはできなかった2007年の大阪で行われた世界選手権では2メートル35でバハマのドナルド・トーマスに次いで銀メダルを獲得2008年3月の世界室内選手権では ホルムに次いで3回目の銀メダルを獲得。そして、8月の北京オリンピックでは、ロシアのアンドレイ・シルノフ、イギリスのジャーメイン・メイソンに次いで銅メダルを獲得した。2009年のベルリン世界選手権では2、立方メートル2で4選手が並んだが、試技回数の差により金メダルを獲得した。ありがとうございます。